民族一生とみなされる伝統的な身なりのクラクフの舞踏家たちクラコビ役は、クラクフやマオポルスカ県の民族部局で、ポロネーズやマズルカ、オベレクと並んで、ポーランドの主要な部局となっている。日本語では、もう一つの主要なポーランド部局のクヤビ役と混同されて、クヤコビ役と呼ばれることがあるが、クラコビ役クとクヤビ役は由来も性格も異なる、別々の民族部局である。 クラコビ役は時に月踊りとも呼ばれるシンコペーションが特徴的な急速な二拍子の舞曲である。クライコビ役のダンスは馬の動きを模倣したステップで知られている。クラック府県域では馬が民間でも軍事でも利用され非常に愛された動物だったのである。クラコビ役はウィーンではクラカウアーのパリではクラコビエンヌの名で 舞踏会の人気のあるダンスとなった。これらの地では、ポロネーズやマズルカと共に、絵のように美しい異国の抑圧された民族に、同情を寄せる、ロマン主義者の感覚を先取りするものとなった。19世紀半ばのロシアでも人気が出て、ミハイル・グリンカは、クラコビ役を、過激皇帝に捧げた命の目玉にしている。クラコビ役の最初の出版符は、 フランツシェクミレツキのピアノ曲集、ポーランド人女性に捧げるクラコビ役である。フレデリック・ショパンは非常に華麗な演奏会用、クラコビ役へ長調作品14を作曲した。ありがとうございます。